レインボーシックスシージはフランスの UBI ソフトより2015年12月10日に発売されたトム・クランシー原作のレインボーシックスを題材とした FBS のゲームソフト。略称は R6S または日本では26。対応プラットフォームは Windows、Wind PlayStation 4、Xbox One、PlayStation 5、Xbox Series X、S。 世界各国の特殊部隊から構成された大テロ特殊部隊レインボーの活躍を描くレインボーシックスシリーズである。本作ではタイトルにもある通りシージという立てこもったテロリストたちに対しての突入作戦を題材にした対戦型のオンラインシューティングゲームになっている。キャッチコピーは包囲完了、突入開始、前作、 レインボーシックスベガス2から7年ぶりの新作となり、シリーズで初めて第8世代の末置きゲームハードに対応し、グラフィックは飛躍的に向上している。制作が中止されたトム・クランシーズ・レインボー6・ペイトリオッツのエンジンを流用しており、マップ環境の破壊を戦術に組み込めるのが特色。トム・クランシーズ・レインボー6・ペイトリオッツについては発売こそされなかったが、 作品世界で事件は発生しており、隊員たちは出動していたようだ。そしてイベントの続編、レインボーシックスクアランティンが発売予定。発売日は未定。レインボーシックス CG には主にの3つのゲームプレイモードが存在する。マルチプレイはオンラインで最大10人のプレイヤーが戦うモードで、訓練場は架空のテロリスト集団。 ホワイトマスクを相手にミッションをクリアするモード。シチュエーションはチュートリアルのようなもので、それぞれ個々に設定された目標を達成するモードである。これら以外にもゲーム内にはセクションが存在する。オペレーターを操作し、銃を撃つモード。マルチプレイレインボー 6CG のメインコンテンツ。オンラインでプレイヤー同士がマッチングし、5対5の2チーム、最大10人で戦うモードである。 マッチングすると、ステージと対戦内容が選定される。プレイヤーは、建物などの施設に立てこもる、防衛側とそこに突入する、攻撃側の2つのチームに分かれ、使用するオペレーターを選択する。使えるオペレーターは防衛と攻撃によって、異なっている。また、一定ラウンドごとに、格子交代するため、一方のシチュエーションや、同じオペレーターでプレイし続けることはない。 基本は1チーム5人で構成されるが、意図的に人数を変えることも可能。ただし、通信エラーやオペレーター選択中に5人集まらなかった場合、それまでに集まった人数のチームで対戦することもある。対戦は準備フェーズとアクションフェーズで構成される。準備フェーズ中の防衛側は、オペレーターごとに設定されるガジェットやトラップ、バリケードを設置するなどして、 攻撃側の侵入に備えることができる。攻撃側はこのフェーズの間に、無人偵察カメラで敵地を偵察し、人質や目標、敵の居場所やオペレーターの選択などを特定する。アクションフェーズでは、攻撃側が突入し、防衛側がこれを迎え撃つ。体力の回復は、特殊能力を使わない限り行われることはなく、死亡した場合も、リスポーンはない。 死亡した場合は、カメラなどで他のプレイヤーをサポートするか生存プレイヤーと同じ視点を見ることになる。ただし、即死判定でなかった場合、瀕死の状態となる場合があり、その状態で一定時間が経過すると死亡が確定する。その間、追い打ちをかけて死亡を確定させることも可能であり、仲間による蘇生も可能となっている。マルチプレイのゲームモードには、の4つがある。 それぞれ達成条件が違い、また攻撃側、防衛側でも目的が異なる。しかし、すべてのゲームモードで敵の殲滅もクリア条件である。ため、目的を達成するための行動に出ることも、敵の殲滅に力を入れることもプレイヤー次第である。建物内に囚われた人質を救出、または妨害する、ゲームモード。攻撃側は、建物内にいる人質を見つけ救出する。 建物外の回収エリアまで人質を連れて行くか、防衛側の全滅をすることで勝利。防衛側は、建物内の人質を、攻撃側の侵入から守る。攻撃側の全滅か、防衛側のプレイヤーが全滅せず、制限時間終了までに、人質が攻撃側の手に渡っていなければ勝利。人質が、プレイヤーの攻撃によって死亡した場合、 死亡させたプレイヤーのチームが敗北する。建物内に設置された爆弾をめぐったゲームモード。攻撃側は防衛側の全滅、または設置されている2つの爆弾のいずれか、片方を攻撃側に与えられた爆弾解除デバイスのディフューザーを使用して解除する。ディフューザーの起動後は攻撃プレイヤーが全滅しても、ディフューザーが停止されずに爆弾を解除できればクリアとなる。 防衛側は設置された爆弾を解除しに侵入してくる攻撃側から守ることが目的。攻撃側の全滅、ディフューザーが起動せずに制限時間終了する、起動されたディフューザーを停止させることでクリア。ディフューザーの位置が両陣営にとって重要なポイントであるため、分隊行動が望まれる。建物内のエリアをめぐったゲームモード。攻撃側は、 建物内に指定されたエリアを見つけて、そのエリアで一定時間上中して確保することが目的。防衛側は建物内の指定されたエリアを攻撃側に確保されずに制限時間終了を迎えることでクリア。指定エリアにそれぞれの陣営のプレイヤーが存在する場合、ゲージが止まる。期間限定で特殊ルール、限定マップ、限定オペレーターでプレイするゲームモード。 イベントに合わせたスキンが販売されることもある。下には一部イベントを抜粋で記す。マッチングシステムマルチプレイでは4つのマッチング方法がある。このマッチ内では、プレイヤーのゲームの成績によって変動するランクが存在し、それぞれ同じようなランクのプレイヤー同士でマッチングするため、必然的に同等の実力のプレイヤーが集まる。勝利していくと、ランクが上がっていき、 さらに実力のあるプレイヤーとの対戦が可能になる。自分のプレイが他のプレイヤーのステータスにも影響するため、途中でマッチを抜けるなどの他プレイヤーが不利益を被る行為に関して、マルチプレイへの参加制限など、そのプレイヤーにペナルティが付与されるのも特徴である。逆に、不利益を被ったプレイヤーは、マッチキャンセルすることができる。 また、最初の10戦は、ランク関係なくマッチングされる。訓練場オンラインで作中に登場する架空のテロリスト集団、ホワイトマスクを相手に、設定された目的を達成するゲームモード。Y4S3 で、名称がテロハントから訓練場に変更され、同時に敵、ボマーも登場しなくなった。プレイ人数は1から4人で、他オンラインゲームで呼ぶところの CEO。 オーパスモードである。難易度は、ノーマル、ハード、リアルの3つがある。訓練場では、エリミネーション、人質回収、人質防衛、爆弾解除の4つのゲームモードが存在する。設定された数のテロリストを倒していく、ゲームモード。プレイヤーは攻撃オペレーターを使用し建物内にいる、多数のテロリストを無力化することが目的となる。 テロリストに捕らわれた人質を見つけ救出するゲームモード。プレイヤーは攻撃オペレーターを使用し、人質を回収することが目的となる。建物内の人質を侵入してくるテロリストから防衛するゲームモード。プレイヤーは防衛オペレーターを使用し、人質を殺されないようにすることが目的となる。建物内に設置された爆弾をディフューザーを使って解除するゲームモード。 プレイヤーは攻撃オペレーターを使用し、テロリストの防衛線をかいくぐり、爆弾を解除することが目的となる。マルチと違いどちらか一方ではなく全ての爆弾を解除しなくてはならず、爆弾の出現位置もマルチプレイとは異なる。NPC の強さを自分で決めることができることも特徴である。ラーニングエリア、ホワイトマスクを相手に設定された任務をクリアする、ゲームモード。 操作方法や、マルチプレイや訓練場のゲームモードの説明、勝利への指南などのチュートリアルのようなモードで、基本的に一人でプレイする。訓練場と共通の敵に加え、一部シチュエーションには、自爆攻撃を行うボマーが存在する。十のシチュエーションが存在し、それぞれに達成目標と、3つの追加目標が存在する。すべてクリアすると11番目として、 第5条が出現し、第5条のみ、マルチプレイ専用。各シチュエーションと詳細攻撃側、防衛側のオペレーターを一覧で見ることができる。このセクションから、オペレーターの武器やアタッチメント、サブガジェットの選択、各種スキンの変更が行える。アタッチメント銃に装備して、性能を変化、向上させることのできる装備品。サイト、バレル、グリップ。 アンダーバレルの4箇所に装備可能。Y2 まではアタッチメントの解放に名声ポイントを必要とした。サブガジェット本作にはオペレーターに固有のメインガジェットの他に複数のオペレーターが共通して携行可能なサブガジェットが存在する。これらはメインガジェットと同様にラウンドごとに使い切りで1ラウンド目で使ったので2ラウンド目で使えないといったことは起こらない。 スキン外見のカスタマイズアイテムであり、変更すると自身の視点や他プレイヤー視点でも適用される。競技シーンなどでは一部スキンに使用制限がかけられていることもある。Y6 から実装されたセクションで直近最大12戦までのマルチプレイマッチを専用の感染 UI でリプレイすることができる。プレイヤー自身の視点だけでなく、俯瞰視点、追従俯瞰視点、 プレイヤーの視点も選択可能。エディートスキンやシーズンスキン、プロチームスキン等をはじめとした外見のカスタマイズアイテムが販売されている。購入には有料の R6 クレジットを使用するもの、ゲーム内で入手可能な名声ポイントを使用するもの、直接現金で購入するものがある。本作には非常に多様なマップが存在する。2019年3月現在。 ゲームには21のマップが登場している。PS4 版が当会議2016の種目となった。2015年の12月から予選を開始、予選を通過した4チームは決勝戦に進出する。決勝戦は2016年の1月30日に幕張メッセで開催された。PC 版で開催されているプロリーグは シーズン3より日本を含めたアジアからの参加が可能になる。なお、日本のチームが優勝した場合は、日本の法律上の問題により賞金は授与されない。2019年秋には、シーズン10ファイナルズが愛知スカイエキスポで開催された。電撃オンラインのレビュー企画の中において、参加した複数のライターが、チームワークの有効性や、個性的なオペレーターたちを評価した。 参加者の一人であるライターのホロロは本作をチーム戦を意識して作られた作品であると評し、ボイスチャットを通じてフレンドたちと連携を取りつつも偵察を通じて相手チームの裏を書くといった駆け引きができる点を評価した。同じ企画に参加したライターの谷氏は本作を究極のごっこ遊びと呼び、オペレーターたちが攻撃されたことを悟る間もなくあっけなく死亡するため、 常に不足の事態に備えて緊張せねばならず、本物の戦場のようだった。と評し、本作の魅力は一人の隊員に徹底的になりきることができることだと評価した。ありがとうございます。